プロダクトデザイン学科教員の大江隆明と申します。よろしくお願いします。我々の暮らしの中にはたくさんの製品とか道具が関わっていますよね。例えば僕が今座っている椅子もそうですし、なぜここが明るいのかというと照明器具があるからですよねということです。で、時間を知るためには時計を見ますし、物を書こうと思ったら文具がいりますよね。テレビ見ようと思ったら皆さんの家にテレビがあるんじゃないですかというふうに思います。そういう道具をデザインしながら暮らしをどのように豊かにしていけるだろうかということを学び、そしてデザイナーになっていくというのが一つ大きな目標になっている学科ですね。最初は何もできない状態からスタートするんですよ。で、一番よく質問を受けるのは、絵が上手い必要ありますかって言われるんですけど、絵はね、上手くなくていいと伝えてます。皆さんには絵は、練習すれば上手くなるので、絵が上手い必要は入学時点ではないです。で、こういうスケッチドリルっていうプロダクトデザイン学科の、特別な教材があります。専門教材です。この学科のオリジナルの教材ですね。どうやってスケッチを描くと上手に描けるようになるかなっていう、こういう説明が結構、でこれを見ながら描いてもらえると、スケッチがきっちり描けるようになりますよというのがあります。なのでスケッチは練習すれば上手くなるし、練習するための教材もあるから安心してまず入ってきてくださいというのがあります。デザインをじゃあやりましょうかっていうのは1年生の後期からスタートするんですけれども、いきなりデザインをしてくださいと言われても皆さん何から始めていいかわからないですよね。ただかっこいいものを作ればいいとか、自分が好きなものを作ればいいということではやっぱデザインはちょっとないんですね。何のための道具なのかって明確にしていく必要。で、そのための練習として最初にやるのがハサミですと。皆さん、このハサミが何のためのハサミか想像つきますか？ちょっと変わった形してますよね。で、これは実は子供がペットボトルで工作をする機会が増えてきている。特に小学生の低学年で、その時にペットボトルを切り進んでいく時に手を怪我しないようにちょっと守ってくれる、そういうハサミというのを彼は考えてデザインしています。で、これはシーンが明確になってますよね。子供がペットボトルで工作をするときに手を怪我せずに工作を進められるためのハサミだって。そう、目的を明確にする。誰がいつどのように使うんですかっていうことをきっちり自分で考えれるようになる。これが道具をデザインするときの最初の第一歩。だから1年生のときにハサミをやっています。2年生の学びでは1年生で学んだことの応用編になります。実は1年生でもうちの学科では 3D CAD というものは教えているんですけれども、1年生の間は基礎編です。教えているのは2年生になるとその応用編を教えます。で、その応用編を学んだ後にはこういう複雑な、これはカメラですけどね、カメラのデザイン、こういうものも 3D CAD のデータで作って、うちの大学にある 3D プリンターですね、プロダクトファブという専用工房があるんですけれども、そこではこういう 3D プリントもできますし、木工であったりとか、あと塗装であったりとか、そういう作業もできる専用の工房があります。それを活用しながら自分が得た 3D CAD の力を使っていろんなものが作れるようになるというのが2年生のまず最初に行われる応用編の授業です。で、特に、プロダクトデザインの進路というふうに考えていくと大きく分かれていくんですね。例えば家電であったりとか、インテリアプロダクトであったりとか、あとは雑貨で、あとはモビリティっていう乗り物系ですね。そういうものに少し専門性を分けた形で授業が進んでいくのも2年生の特徴です。で、3年生の学びというものはもうメインが実践的なデザインになります。産学共同授業というものが3年生から多く始まるんですけれども、皆さんが名前を知っている例えばソニーであったりとか、家具屋さんでいうとアクタスであったりとか、雑貨であればダイソーであったりとか、そういった皆さんがよく名前を聞くようなメーカーであったりとか、会社と一緒に、じゃあこれからのデザインはどうあるべきだろうかということを、プロのデザイナーと、共にこれからのプロダクトを考える授業というものが3年生では多く含まれています。卒業制作、卒業研究はもう2月からスタートするんですね。4月からスタートする学科多いんですけども、プロダクトデザイン学科は2月からスタートさせています。で、12月に終わりますので、丸々、10ヶ月ですかねの、卒業研究期間を使って、学生たちが3年間ですね、デザインを学んできて、最後に自分が何を探求したいですか、何をもっともっと深掘りしていきたいですかということをテーマを選んで、それに見合ったテーマの教員が10ヶ月間一緒に研究内容を考えながらアウトプットを出していく、そういう時間になります。
詳しく、まあ、どんなふうなアウトプットを出せるのかとか、どんなふうな形で卒業していけるのかっていうのは一個一個作品を少し見ながら説明できればと思うので、ここからはちょっと、卒業制作の作品を見つつお話しできればなと思います。よろしくお願いいたします。義足のデザインになります。皆さん義足ってなかなか見る機会ないかもしれませんけど、義足を使用されている方々が困っていることって実はたくさんあるんですね。僕たち知らない部分たくさんありますけど、靴をなかなか自由に選べないという話だったりする。右と左の足の大きさが違ったりする。自分の実際の足と義足の大きさが違ったりすると、履ける靴というものの制限が出てきてしまいますし、義足そのものっていうのが実はここに現代の、まあ、普通に使われている義足の側部がありますけども、これが曲がらないですね。ここやっぱりね、柔軟性がないから靴に足を入れにくくなっちゃう。となると実際に履ける靴の形も決まってくる。この動かないとさっき言っていたこの部分ですねが、彼のデザインだときっちり動くようにデザインされているわけですね。でこういった可動部、実はこう動いたりするんですけれども、この足が動くことによって靴も履きやすくなりますし、選べる靴の幅も広がってくるということが大きなポイントになってきます。三輪の電動自転車なんですけれども、それをコンパクトに畳んで自分で背負って旅に出れるという、そういうような提案になります。こちらは電気製品になります。呼吸に今回フォーカスして、呼吸を整えて我々の基礎的な健康を維持する、そういうような提案を彼女はデザインで行っています。家具もいろんな可能性とか役割を担えるんじゃないでしょうかということを学生が考えた結果なんですけれども、これは普段我々が家で使っている家具っていうものが、家の中で取るちょっと非日常的な行為とか、家の中だからこそできるポーズというものに何か寄与できるんじゃないでしょうかっていうようなデザインです。例えばここに普通の収納ありますけど、ここに、クッションがある。これ何なんでしょうかっていうのは、実はこのクッション外してですね、中にこう自分が入ることができるというデザインですね。ギュッとこうやって入って、よいしょ、雑貨というところに位置づけられるかもしれませんけど、すごく我々の暮らしに寄り添ったデザインかなというふうに思ってます。自分が過ごしてきた日々っていうのは、絶対嘘ではないし嘘をつかないですよね。そういうことに自分が気づくために道具が何ができるだろうかということを考えているという点で、非常に優れているデザインだと思います。で内容としては1枚取ってですね、で本日の日付を書きまして、で今日はどんな日だったかなっていうことを考えながら、まあ、こっちが時間でこっちが今日の気持ちだというふうに考えてもらっています。朝はちょっと元気なかったなって、こうビリビリ破りながら少しずつ元気出てきたなって、で、まあ、夜にかけては割と普通になったかなみたいな感じだと、こういう破り方になりますよねって。でこれが日によって違うじゃないですか。だから自分が今日はちょっと破ろうかなって思った日の日付を書いて、で今日はこんな気分だったっていうのを何日も何日も破りながら作っていくわけですね。である程度の破ったその紙が出来上がりました、溜まってきたよっていう時に、じゃあ一回それを並べ替えて山脈を作ってみようってなると、こういう風な姿になる。アルバムに少しずつストックしていくという話です。で自分がある一定期間に作った山っていうものはこういうものだった、でこれを見ながら、ああこの時はこういうことが確かにあったな、大変だったな、でもこんないいこともあったなっていうふうに、自分が積み重ねてきた日々というものが絵本のように最後本になってストックされていく。これを破っていく時は自分のその時の気持ちに、まあ、向き合う時間になりますし、こういう形でそれが溜まっていくと、ちゃんと自分には積み重ねてきた日々がきっちりあるんだなっていうことを感じ取れるための本やアルバムとしての役割を担っていくという話です。でこういったものっていうのは、なんだろう、皆さんが普段考えている道具のあり方とか製品のあり方とはちょっと実は違うかもしれませんよね。まあ、こういう商品という中にないし、でも学生たちがプロダクトデザインを通して、なんかこんな風に人の生活が変わっていけばいいなとか、社会に貢献できればいいなとか、社会における課題を解決できればいいなっていうことを道具として考えていくっていうことが、このプロダクトデザイン学科においてとても大事だし、学びの一つ醍醐味になっていくものだと思います。はい、一つは家電ですね。家電というものがあります。皆さんの家の周り、
で使っている冷蔵庫であったりとかテレビであったりとか、あとエンターテインメント、ゲーム機器ですね、そういうものが家電に入ってきます。乗り物ですね、我々モビリティと呼んでますけども、車であったりとか自転車であったりとかバイクとか電車もいますけど、そういう、乗り物系、車輪がついているもののデザインになる人たちが違います。そしてインテリアですね、家具であったりとかカーテンであったりとか、あとは照明器具とか、あとインテリア全体のインテリアコーディネートという仕事もありますけど、そういった仕事についていく学生たちもいます。で、雑貨ですね、雑貨ってすごい本当に雑多な言い方になっちゃうんですけども、中に含まれるのは例えば文具であったりとか、掃除用品であったりとか、キッチン周りの小物とか、そういうものが雑貨に入ります。本当にものづくり、製品づくりっていうのを通して関係する仕事を全般にわたって仕事につけるっていうものがプロダクトデザイン学科の魅力かなというふうに思います。なぜこう世の中に必要なのかっていう話なんですけれども、例えば社会課題を解決するというようなことに対して道具のデザインが寄与できることもあるし、我々の日々の暮らしがもっと楽しくなればいいなっていうことに対してプロダクトデザインが寄与できることもあるし、健康の部分に寄与できることもあるし、暮らしの中にちょっと笑いが生まれればいいなっていう、日常の暮らしに少しほっとする時間が生まれればいいなっていう、そういうことに道具のデザインが寄与できることもあるし、むしろ、最後に説明したような山ダイアリーですね、それが我々の暮らしにとても身近だからこそ気づける何かがあるんじゃないですかって、道具が関与するからこそ我々がハッと気づけることがあると思う、そういうことに対してデザインを学んでいく、もしくはデザインで何かを成し遂げていくというようなことができるのが、やはりこういうプロダクトデザインで道具のデザイン、製品のデザインをしていくことの面白さかなというふうに思います。